皆さんこんにちは、キハ58です。今日はユニゾンエアーガチャ動画です。撮影日は9月28日、山崎天さんの誕生日です。おめでとうございます。ということで、今日は天ちゃんの誕生日ガチャ引いていきます。それでは最後までよろしくお願いします。ということでですね、誕生日限定バースデーコレクション、二所持が出たら終わろうかなと思います。それではいきますね。他天ちゃん、サイレントマジョリティ持ってる、ガラス割れも、もうどれが持ってるか持ってないかちょっと分かんないんですけど、まあ、結構な種類があります。で、結構この重さび持ってないんですよね。まあ、前回チャレンジしたんですけどなかなか出ずにですね、まあしょうがないかということで諦め、流れ玉持ってる、デッドエンド持ってなかったかな、やさみだれはもうゲットしました。まあ、狙うは未勝利ということで引いていきたいと思います。はい、オーディング長い、まあね、過去見てくださった方あると分かると思うんですけども、リーディングは 80%、90% ぐらいからちょんちょんちょんっていくのが、新規が出やすいっていうリーディングになってます。はい、誰も来ません。てんちゃん来ないですね。まあ SSR 出たら、ほぼ間違いなくてんちゃんが出るというガチャのシステムになってます。まあレインボーがですね SSR でございますね。さかれ、さあ SSR、 さあ、まあリーディングがあんな感じやったんでね、まあほぼ厳しいですかね。はいはいはい、あー出ないですね。まああと3回回すとですね、必ず誕生日 SSR はゲットできるんで、もうこれはもう絶対に欲しいんで、とりあえず30連はします。ほんでそっから未勝利が出れば終わりかなと思います。おお、1枚レインボーがあった。まあでも今リーディング短く長かったですもんね。まあまあしょうがない。リーディングが 90% ぐらいが新規が出やすいというからくり、これも実際どうなんか分かんないですけどね。出てもさあ来い、レインボー、さあ未勝利来い来い、よっ、うおー来た来た、重さびのてんちゃん、これは嬉しい、やばいやば、これはめっちゃ嬉しい。おー、リーディングがなかったから全く考えてなかったけど出た、うわーこれは嬉しい。じゃあスクショしとこう。うわーこれは嬉しい。でもう1回で誕生日 SSR がゲットできるんで、とりあえずさ、90% かな、 97% かな、よかった。あーでもまあまあチャリがないしリーソンがない。おまたレインボーが1枚ある、マジか。おおリーディングからしたら未所持の可能性。さあ来い来い、あー持ってる流れ玉、あーまあまあでも重さにゲットできたんでね、もう満足です。これはもうもう拍手拍手、パチパチパチということで、ということでおまけでですね、この、18歳のバースデーの SSR もゲットできましたので、ということで、ちょっと短いですけども最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次はですね、神吉ほのちゃんの誕生日がだんだん近づいてきてるんですけど、去年ガチャ回したんですけど未所持がノーバディしかないんですよね。ちょっとどうするか考えてます。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。